中坂選手まずは10回のチャンピオン全日本選手権、おめでととううごござざいいまますすありがとうございますそしてそれを決定した日はご自身では60回目の優勝、そしてヤマハのモータースポーツ参戦60周年記念という、すべてが条件が揃ったチャンピオンタイトル獲得が昨年の7月18日、鈴鹿、全日本選手権第5戦。はい すすすすごごいいい合わせででよねいやすごいですねや、はい、もうその日のために撮ってた、うん、みたいな感じになりましたけどね <laughs> でもねそれを実現できるかどうかっていうのは中澤さん あなただからできたんですよいや,やっぱ持ってますよね <laughs> すいません,すいません、はい、持ってますいやでも本当に持ってますね <laughs> あのー、みんなね、いろんな選手ってそういうことを考えたりしますけどはい、はい、それがなかなかうまくいかなかったりするのに、はい、でもそれを見事まあ実現したそうですね。はい、あの日のその瞬間、はい、ちょっと思い出していただいてどんな気持ちだったのか、はいはい、そうですねその日はちょうど日高社長も来ててヤマハの非常にそのレース前からプレッシャーをかけられてて 今日決めてくれるよなと、レ <laughs> そうそうース前にですよ、<laughs> それもどっちかというと氷みたいになっちゃうと、本当そうですガチガチに、はいでまあ、こうやってね、あのー、記念カラーをまとって、まあ、鈴鹿参戦して、その日に、まあ、しっかり決められたというのは、まあ、非常にあの応援してくださるファンの皆さんのおかげかなと思ってますけどね、はい、まあそうやって軽くさらっと今おっしゃったけどね今、の記念カラーヤマハのワークスの,、ね、あの赤白のストロボカラー 普通だったらあのマシンのカラーリング乗るだけでね普通のライダーだったらちょっともうドキドキしちゃうと思うんですけどもなんかありがたいことに今までいろんなこう節目の参戦でそのヤマハの,その伝統カラーの黄色黒のストロボカラーだったりいろいろ事前にこう経験してたんでもうそういった意味ではそのもうワクワクが止まらなかったですよね、このカラーに乗れるっていう。それがまあ別に プレッシャーでもなかったし逆にそれを身にまとって走れる喜びのほ、ね、うが、ん、誰もがこうまとえるカラーでもないし、ええ、そもうそれはそうだ、うん、選ばれた人しかダメだね、はい、なんで、うん、まあそこをこう自信を持って、うん、自信に変えてこう走ることができましたけどね確かにその限定カラーっていうのは何かがあった時の特別なプレゼンテーションですからそれはそれに対してしかるべきライダーしか与えられることはないんですけども、まあそれを実際の自分の力にされました。はい そして昨年を振り返ってみますとレースで言うと7大会10回のレースがありましたけどこれがまた連戦連勝10勝ですよねそうですねありがたいこれちょっとどうぞ拍手送ってあげてくださいこれはかつて全日本選手権過去を振り,くれ振り返ればえそういったクラスもありましたけれどもこの4ストロックの JSB 最高峰クラスの近年ではこれ中坂さんあなただけですよ初でしたね やっぱり何でも最初に成し遂げれるのまあ過去その3年連続チャンピオンというのも、えーはい、平忠彦さん、はい、藤原紀子さんがいてあままあそれを目標にチャレンジしてとていうのがあったので、はい、まあこうやってその改めて自分の記録を塗り替えて作るというのは非常に。 ライダー人生としてもこう誇りに思える結果かなと思ってますけどこれもまたさらっと彼は喋りますけど毎回毎回だって全日本選手権で全日本を回るわけじゃないですか、はいはい、でレースコンディションも変わるしレース場も変わるしでマシンだって毎回仕上げていく難しさがあってでも、勝ち続けることによってまた勝たなくちゃっていう気持ちにねなっていくんじゃないのかなと思うんです。 非常に難しいですよね欲をかきすぎちゃうと失敗するし<ー> <laughs> とにかく自分を平常心をこう保たせるのが非常に去年大変でしたけどねだからまあ勝てば勝つほどプレッシャーだし本当に最終戦のまあこのチャンピオン決めた後のオートポリスもうここまで来たら全部やっぱ取りたいよなって欲がすっごい出てきちゃうんですけどまして九州地元でそうなんですよだからそれを抑えるので結構必死でしたけどいろんな格闘がありました。だから いや僕ちょっと聞きたいんですけどそこまでの高まる気持ちをねどうやって自分自身でコントロールするのか多分ね今日皆さんお集まりいただいたオートバイ乗ってる皆さんもそれは多分ね感じることあると思うんですお今日ワインディング行ったら乗れてるなと調子がいいなとなんと思うとついついね中坂さんアクセルが開きそうになるわけじゃないですか皆さんだってあいちゃいますよねで中坂さんだって一緒のことが起きてるわけでしょ、はい、そうただね、うん、予選でこけちゃったりするんですよ普段やらないミスをーオートポリスも はい、攻めるべきでないところで攻めて予選で転んじゃって、はいうん、あ,あたふたしちゃったりとか、はい、ちょっとやっちゃってるんですけど、まあ、それを反省点を踏まえ、まあ、日曜日にっていうななるほどな、はい、じゃあそういうことがあった時にはそこでちょっと頭を切り替えて切り替えてそうですね、うん、これはちょっと頭冷やすよ、まあ、ちょっと神様の、ね、まあそうメッセージかもしれないななんて。 だから結局、レース結果ってもちろん個人の結果でもありますけどやっぱメーカーとしてその背負っているものまあみんなの結果でもあるんでまあ自分の独りのよがりの結果にこだわっちゃいけないなっていうのは重々気をつけてますねね <laughs> もうね僕、ね中坂さんに会う時にいつも言うんですよファクトリーライダーの鏡ですって。本当に あのー、僕もまあメーカーの仕事してきましたし多くのファクトリーライダー見てきましたけども本当にその、ね、今のおことのメッセージにあったと思うんですね自分一人よがりのレースじゃない、その中瀬川という男が走る後ろに何十人の人たちが働いているかということをね ずっとそれいやもう考えてますね、やっぱり、ね、もう自分だけじゃできるスポーツではないんでやっぱこうみんなとして同じ方向を向いてその結果を得られるわけでだからそこをサポートしてくれるブリヂストンさんもそうですし、はいまあ、ここももそののうちのちよろんですよ<ー>だそ自分が結果を出さなければ結果ついてこないんですからいろいろ考えさせられますよね。 演歌歌手でいうと内山田寛とクール5みたいなもんやね全然わかんないですけど、ね、中須賀勝行とみんなねチームメンバーみたいな感じで全然わからんと思うけども中須賀さんねその精神力の強さを僕はすごく今こう感じるわけなんですけども、はい、例えば今流行りのほらスポーツ選手がねなんかほら自分のことをサポートしてくれる 精神的なこうアドバイスはしてくれる人そういうパートナーとかメンバーっていうのはいらっしゃるんですかいや全くいないいない,いないんですよ。えー、強いて言えばそのまあ自分が2006年から YSP レーシングに入ってからまあ一緒に今はヤマハの監督として戦ってる吉川渉さんがまあそういう,こう自分のマインドをコントロールしてくれたり足りない時にはしっかりネジを巻いてくれたりとかいろんなこう調整 はしててくれてはいますけどや、そりゃおっしゃる通りだ吉川渡さん、そりゃそうですよね<う>、長いリレーションシップで。いや、本当ね、だから自分の,そのチームのチームインスタッフも、うん、自分が入ってから、ほとんど変わってないんですよ、メンバーが。なるほどね、はい、やっぱそこは非常にに結果を出しに 行くには非常に重要なとこになってくるんじゃないかなと思ってますけどグランプリライダー、グランプリチームも結局自分の大好きなメカさんを連れてねそうそこが一つのこう今の結果に出てるんじゃないかなと振り返れば、ね、決して順風満帆に、ねうん、チャンピオンを取り続けてきたわけじゃないと思う。はい 取った年があったらその次の年に失敗することもあったはい、はい、またチャンピオンが取れそうだったけども一生も上げてないんじゃだめだと自分でアタックして大きな失敗もありましたはい、はい、また16.5インチから17インチにタイヤが交換した時も苦労した。思いいい出させますねやや 決して、ね、その軽く、ね、この10回チャンピオン取ってきたっていう話じゃないなと思っていやいやそうなんですよだから、うん、結果だけ見られると、うん、なんか簡単に取ってきたよねって思われがちなんですけど、うん、本当自分としてはそれなりその年しっかり努力してますし、ね、やっぱ準備をして、うん、その結果を取りに行ってるそうだよねそうだから決して簡単には取ってないです。ね、はい マシンが変わったときは仕上げていかなくちゃいけない、そうですね、マシンだけではない、元 g ジピンのマシン開発もしてました、並行して鈴鹿の8台でも勝たなくちゃいけません、どんだけやってきたいや本当に非常に、うんまあ、自分で言うのもなんですけど、うん、貢献してきたなと思いますけどね、中須賀選手の貢献は、まあ、そのヤマーレーシングファクトリーに対しても、ファクトリーレーシングに対しても貢献あるし、われわれ、まあ、このモーター業界。 モータースポーツ業界に対しても素晴らしい貢献されたと思う、まあ、だったらいいですけどねやっぱり、ね、みんなこう盛り上がってもらわないと業界自体がね盛り上がっていかないし、はい、あのこれからもひし引っ張れるだけ引っ張って、ねうん、あのやっていきたいなと思っってまますすけどありがととうございます、はい、じゃあちょっとお伺いしたいんですけども、はい、まあなんといってもここはタイヤブースメーカー,メー,カーですから、はいはい、タイヤのお話も聞きたいんですけども、はい、まあブリヂストンのタイヤっていうのは、まあ、全日本選手権で中塚選手、も10年ぐらい履いてる。 そう2012年ぐらいから履いてます。そうですね。だからもう10年,う10年履いてる。まるまる10年。すごいっすよね。履いてますね。あの中川選手にとってこのブリヂストンっていうタイヤのちょっと印象だとかね、そのパートナーシップ的なところでどういう,ふうに感じてらっしゃるのかお伺いしたいんですけどまあまずはあの、うん、初めて履いた時の印象は、はい、あの何、ー、だろうな。 バイライダーの限界を超えさせてくれるタイヤというか、おーおー自分のスキルをスキルを<ー>だからもう攻めなきゃグリップ反応してくれないしはい、はい、非常にこう難しいタイヤだなと思ってたんですけどでも自分がこうこういざその領域に入り出すと、はい、抜群に安定してくれるグリップしてくれてうん、うん、で結構、コンディションによって変化を。はいあの 他のメーカーっていったら変ですけどレンジ幅が本当に広いんでブリヂストさんが広いんですよほうほうだからそのコンディションに悩まされなくていいというか、うん、多分このコンパウンドでいきますとっ,ったその一択で下手したらそのシーズン通せちゃうようなそうですかそうなんですよだから。 決まればもうだから安定して走れるというかだからセッティングしやすいんですよねだから路面温度が少し変わったらセッティングしにくいじゃなくてそこでのパフォーマンスが非常に安定してくれるんでだからバイクのセッティングも行いやすいですしだからここ10年本当に16.5から17インチに変わった時はもちろんそのブリジストさんもデータもないもんであの苦労はしたと思うんですけどでもやっぱり自分のインフォメーションコメントに対してすぐ 新しい対応を作ってきてくれるはい、はい、この開発能力がやっぱりすごいなって思いますね,ねはい。まあ中須賀選手のリクエストに対してのレスポンスがもうキュッと来るわけですねいや非常に早いですねやっぱり<ー>、うん、だからすぐ17日にも対応して後半戦には勝つことできてますしはい、はい、まそういった意味ではやっぱりその開発能力っていうのはずま抜けてるんじゃないかなと思いますけどねやっぱりスピーディーにリアクションしてくれないとそう思う 終わっちゃいますからねね<え>シーズンがそうだよ、ね、そうコメントしてから6か月後にできたってシーズン意味ないですからねだから,だから一般のユーザーさんのいろのんなコメントに対してもはい、はい、やっぱ新しいものにどんどん進化させていかないきゃいけないんでそこのレスポンスというのは非常にブリヂストンさんも大事にしてあるではないかなと予測してますけど。 まあ中坂選手がそれだけ褒めてくれるブリヂストン・タイですけどもこれ、中坂選手一人が履いてるわけじゃないですもんねそう、みんな履いてますからねみんなあの、だってトップグループ10人ぐらいそうですよ、もうみんなそうです、だから8体もそうでしょ、うだから常に勝ってるのは、はいはい、そういった意味で八8も常に朝、ちょっと寒い、うんはい、寒いというか、気温が低い時からはい、はい。うん 上がる時はもう多分20度ぐらい違うんでまた夜には変わっちゃうのでそこでコンパウンド悩んでるとライダーもその時走るときも違うしはい、はい、その都度とセッティングなんてできないんでんだから、やっぱりどんなコンディションでも安定したタイヤっていうのが一番強いいと思いますそういった意味では中菅克行という男が最もそのブリヂトンタイヤを理解して。 それを体感してくれてるというふうに僕ら思ってもいいですよね。そうですね。だからブリヂストンさんとともにいろんな自分の歴代のレ、十年間やってきた、はい、やってきて結果を残してきたっていうのがありますよね。はい。あね、さあ、あのいよいよですね全日本選手権のまあ開幕戦も近づいてきましたけれども、はいはい。えー、一昨夜今一昨夜ですかね。もうちょっと前かなテストが、一昨夜、そうですね。はい。ね。 あの朝、僕のスマホパッと見たらヤフーのトップニュースで中津が勝益トップタイムって出てましたからびっくりしました、ヤフー検索のトップに出てましたけどもいや素晴らしいですけどもどうですかその流れは今そうですねバイクの仕上がり的にはまああの大きなモデルチェンジとか,なんかもう熟成されてきているのでその中でもまあしっかりこう煮詰めてこれているかなというイメージは持っていますけどフィーリング自分の自身も,フィーリングもいいですし。 えー、タイヤもその時気温、すっごい寒かったんですけどはい、はい、しっかり機能してくれたおかげで寒いコンディションの中でもら安定してバイクも来週に向けては準備万端かなという,ふうに思ってますこの相棒ともいえるヤマハの市販車 R1 ですけどももう7年目になるんじゃないですかね。あのもう 去年か一昨年かユーロファイブのあれでちょっとこうマイナーチェンジはありましたけど基本な根本的なものは変わってないんでう<ー>んそういった意味で七7年目になるんではないかなと思いますそれもすごいですよねそうだからもういじるとこがないんで。<laughs> どうそのコンディションその時のコンディションに合わせれるかがまあ勝負になってくるかなと思ってますけどねはい、はいまあ、マシンの基本ベースの良さもあるでしょうけどもそれをその中須賀という男がどういう風に味付けしてくるかっていうで例えばもうやり尽くした感っていうのも何度もあったと思うんです7年も使ってれば若干、出てますよね若干その傾向が <laughs> だからどういう風に新しいあの味付けをして <laughs>、うん、自分のライディングスタイルを変えたりとか。 常にやっぱ貪欲に考えてますけどね車を作るんじゃなくて味付けを変える味付けを変えるプラス自分の乗り方もまた変えていくそう,そうですそうです,そうです<ー>だからやっぱり基本ね強い速く走ることが大好きなんで、はい、そのためにどうやればいいかっていうのは常に考えてますけど、うん、そこに走りの進化の止まらない中須賀の 秘密があるねないいと思ますみんなそうですよ、だから、やっぱ早く走るのがみんな好きなんで、レースやってると思うんで、それに対してどう変えれるかが勝負になってくるんじゃないかなと思いますけど僕ね、ちょっとここに手元の資料があって、ですね中須賀選手がですね、いろいろとちょっと言葉を残してるやつがちょっと予約されて載ってるんですけども、一戦一戦、しっかり勝つこと、その勝利の積み重ねがチャンピオンにつながる。 そのための準備をしっかり行うチャンピオンを取るために走っているわけではないと常々言ってますねいやもうなんか当たり前のことですよねだから<ー>その結果に対して求めるなら何をしなきゃいけないというのは、ね、当たり前のことを言ってるだけなんですけどレーシングライダーとして当たり前のアプローチをきちっと。 自らはしてるっていう、ね。そう長いことやってきた積み重ねが、うん、まあ結果として残ってるんじゃないかなと思ってますけど。なるほどね特別なことは一切してないです。なるほどね。わかりました。どんだけ勝ちたいかですよね。貪欲に。貪欲に、その勝利したいかっていう。 <laughs> またちょっと話が戻るんですけど、なんでそんな勝ちたい気持ちっていうか、チャンピオンを取りたい気持ちが続けられるの、マルコ・マルケスだって9回しかチャンピオン取ってませんよ、バレンティド・ロースだって9回しかチャンピオン取ってませんよ、3クラスにわたって、この人、1つのクラスで10回チャンピオン取ったんですよ。いやいやもう、何言ってるんですか、<laughs> チャンピオン取るっていうのは、どのクラスだって難しさは一緒。<laughs> でそれもね、彼の素晴らしいのは、取れない年が続いてもまた取りにくる、で、取っちゃうところです。 いやだからそれ普通じゃないですか、ライダーとしていやいやいや、どんだけだから優勝して、早く走りたいかが強いだけじゃないのかなと思うんですが、ねうん、その気持ちがずっと続いてるもうモチベーションとしてはやっぱそこがあり続けるかあり、うん、あのどん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 ん進化していきたいなと思ってますけどねすごいな、面白いですね。いやいや だ多分バレンティーノも、ねうん、あんな年までちもちろんね彼もやっぱ常に速く走れる進化できると思ってたからや,、うん、やり続けてたわけであって。 いいやいやまあ本当に僕らも感動させてくれてありがとうございますいやももうとんでもない、はいさあ、えー、いはさよいよお来週からですねつ、はいにこの時で開幕戦も近づいてまいりました、はい、いつもこの東京モーターサイクルショー今回3年ぶりで久しぶりに皆さんとお会いすると思います、はい、でもいつもこの時期は忙しいんだよねテストがあってこれがあって開幕がなんていうところですけどもそうですねはい来週、今シーズンに向けたのですね、はい、皆さんにちょっと抱負を語っていただいて、はいえー、このステージを終了に持っていきたいと思っております。はいわかりました、はい えー、約3年ぶりに、ね、あのこうやって開催することで常にその1年前と一昨年かは宮城さんとここで喋ゃらなくてちょっと寂しい思いでシーズンにしてたんで,、えー、でこうやってこうファンの皆さんと、ね、一緒にこ,うここで今年も頑張りますって言ってからのシーズンだったんで今年はそれができるんでまたあの11回目のチャンピオンが取れるのではないかなと自分自身は思ってますけど、まあ、そのテスト自体も流れもいいですし あの来週の24月の23ツインリンクモテ的でね。開幕ということで、まあ、関東圏内で来られる方も多いと思うんで、あのー、恥ずかしくない、えー、走りをしてね。ファンの皆さんにいい走りを見せれたらいいなと思いますので、えー、今年1年応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。盛大な拍手をお送りください。11度目のチャンピオン目指します。恥ずかしくない走りをします。ぜひ皆さん応援してあげてください。いよろしくお願いしますね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。